物珍しいだろうが、当家は異国との付き合いもあるゆえ。いえ、失礼いたした。半蔵殿、こたびはどのような用件か。世は家康様のお力で天下太平、よもや今さら調略に見えたわけでもあるまい。まことに今は太平の世でござる。それも伊達方が関ヶ原の戦いの最中に上杉を抑えた働きあってのこと。太平の礎に力添えくださった政宗殿にはお礼の言葉も見つかりませぬ。政宗殿、拙者奥州であやかしの動きありという噂を耳にいたした。これは異なことを。あやかしなど取るに足らぬ噂でござろう。重長殿、太平は守り続けることこそ肝要。どのような火種が天下に災いをもたらすやもしれませぬ。よかろう。あやかしのことを耳にいたせば、お主に知らせよう。かたじけない。ではこれにて。半蔵殿は異国の者とあやかしを重複したと聞く。確か安人は死に申した。ほう、それは惜しいことをした。鬼を斬るという男、この目で見たかったものよ。Weren't you supposed to be dead? Oh, oh! わしがつく隙間もありそうじゃ。それ。今は太平の世、人々の信心がよみがえり、わしらに似たまもこの通りよみがえったのじゃ。では巡り巡る。そう、この国に再び霊石を用いた戦乱が起ころうとしておるのだ。鬼を斬る男か。面白い。我は幽文僧の伊達重三。鬼となったこのわしを
そうにして引くことを知らず、ひと取り橋にでも引かず、ついには鬼と化し、政宗様の刃となる。いつまで人の心でいられようか。これも霊石を使った報い。もはや時は残されておらぬ。政宗様の天下のため黒羽巻を率いて最後の戦へ向かわん。青葉城へ急いでくれ。わしはやるべきことが残っておる。死んだ男と会おうとはな。ほう、お主いろんなものを背負っておるな、家康殿のように。しかしわしにも背負うものがある。わしが黄泉に送り返してやろう。
終わらぬ。いや、殿、幕引きでござる。重実、お主、体は。半蔵殿が伊吹山の冷水で治してくださった。もうわしらのために天下を焦る必要はないのじゃ。決して引かぬお主が引けと申すか。こたびはその気ではなかったようだな。武勇の重実、知略の小十郎、伊達の天下を訳したこの二人と共に、我が野望は竜のごとく駆け上っていった。だが重実は鬼となり、小十郎は病に倒れた。このままでは天下を見せてやれぬ。消えかけていた我が野望を、エスパーニャから来たマリアが再び目覚めさせたのだ。Where's Maria? マリア殿なら蔵の方でお見かけしましたか。Looks like Spain is following in England's footsteps. ¿Nos habéis arrebatado nuestra edad de oro?
There are others who want Amrita for their own battles. エスパーニャの忍びであったか。しかし、一体どこへ。War is coming, and it's gonna be fierce.